く私の血を。捕らえられればあなたは処刑されてしまいます。私の血を。一目惚れ家の人間に特別な力があるなら早く。もういい、もういいんだ。なぜ。君の言う通り、君の血を吸えば俺はこの世の支配者になることも可能だ。でしたら。でもその力を得る代わりに俺は俺でなくなってしまう。君のことも君との思い出も全て失ってしまう。ならば俺は喜んで死を選ぶ。モスキート様。やきもちと東京最後の日。こうなると針仕事も命がけだわ。うん、どうぞ。お嬢様、モスキートン様がお見えです。モーちゃんが。はい、ただいま応接室の方に。わかった、もうちょっとで完成だから。では。ぽ、あ、ちょっと待って。ねえ、これどう思う。素晴らしいと存じます。特にお金をかけていないところが。でしょ、この稲穂様が徹夜して作って差し上げたんですもの。贅沢言ったら物に食いつきさせてやる。くれ、えいも、一日早いクリスマスだけど。稲穂。あの肖像画の人、確か稲穂という名前の。何百年の時を超え、俺は再び蘇ることができた。稲穂、俺は決して君を忘れやしない。今でも君を愛している。稲穂ちゃん、稲穂ちゃん、君に全てを話す時が来たみたいだ。別に私関係ないもん。聞いてくれ。聞きたくない。稲穂ちゃん、関係ないって言ってるでしょ。美人だった。瓜二つだった。だから初めて会った時。もうちゃん、もうちゃんの目は私を見てなかったんだ。学園にいる時も、一緒に冒険してても、もうちゃんが見てたのは私じゃなくて、私とウリ二つのあの人を見てたんだ。それは。あの人ともうちゃんが昔何があったのか知らない。知りたくもない。でもなんだか悔しい。イナホちゃん、もうちゃん、もうちゃんなんて大嫌い。なあ、連中だね、人間って。ほんと、クリスマスなんて何が楽しいのかしら。Yeah!
カミルか。オーエナジー率は現在 58% まで上がりました。何が文明だ。これ以上愚かな人間どもに地上を支配させておくわけにはいかぬ。小娘は使いを放ちました。まもなく居所が判明するかと。急ぐのだ。サンジェルマン大公、何故あの女が必要なのです。残り 42% のオーエナジーを補うにはあの小娘が必要なのだ。一目惚れ家の血を引くあの小娘がな。もーちゃん。稲穂さん。なんだ、フランキーか。あら、元気ないみたいだけどどうかしたの？別に。明日クリスマスイブですね。知ってる。ウルフちゃんに何あげたら喜ぶかな。知らない。そうだ、いっそ僕の熱いキスだ。誰も欲しくない。うるさいな。お願いだからしばらく一人にして。突如この東京に現れたこの巨大宝石は現在は停止し、依然として動き出す様子はありません。変だな、稲穂さん。最近世界何なんだか元気がないんです。お腹でも壊したんでしょ。それより見て、東京のど真ん中に巨大な宝石だって。ひょっとして恋の悩み。僕って罪な男。幸せなやつ。もう一人にしてって。誰？私の名はサンジェルマン。サンジェルマン。イナホさん。はっ。下がれブレブレ。ウルフちゃん。くそ。大変だ、旦那。宝石よ、お化け宝石が現れたの。助けた。のんきに寝てやがる。稲穂が誘拐されたっていうのに。何？稲穂ちゃんが誘拐？ここはどこ？
大パーツの中。あんた誰よ。自己紹介は済ませたはずだ。私をどうするつもり。大パーツの中ですって。そう、この私が人工的に作り出した疑似大パーツとでも言おうか。そんな、一体何のために。覚えているかね、世界の各地で起きた怪奇現象。ニューヨークに出現したバベルの塔、パリに現れた箱舟、スフィンクスやモアイ像もあんたの仕業だったの。この世に魔界を出現させるのが私の目的だ。魔界を？残念ながらイミテーションではその力を発揮することはできなかったが、そのイミテーションに本物の輝きを与えられるのがお前だ。私？一目惚れ家の血に秘められた力、その力を解き放ち、この疑似大パーツに奇跡を起こすのだ。ちょっと待って。今こそ我らが人間に代わり地上を支配する時。稲穂ちゃん、もうちゃん、モスキート。旦那、いくら魔法陣の力でもあの物体を突破するなんて無茶だよ。たとえできたとしてもモスキートの体力は一気に消耗するわ。危険は覚悟の上だ。モスキート、俺は稲穂ちゃんを助けなければならない。助けなければ。私も付き合う。ウルフ、お前勘違いしないで。この借りを返しに行くのよ。おい、モスキート、どうした？お前は確かサンジェルマンの。ここは私に任せて。あとは稲穂。貴様、私が相手をしてあげるわ。稲穂ちゃん、稲穂ちゃん、もうちゃんの幻。しっかりして。もうちゃん。そうだよ、今自由にしてやる。その小娘に触るな。久しぶりだな、アルカード・フォン・モスキート。その小娘を返してほしければこの私を倒すことだ。サンジェルマン。もうちゃん、貴様！うわぁ！もうちゃん！愚か者め、
なもので私に勝てるとでも。貴様の力はその程度か。やめて、もうやめて。もうちゃん、だって立つのよ。早く、私の血を。牙を抜かれた吸血鬼め。私の血を、一目惚れ家の人間に特別な力があるなら早く。やっとその気になったよ。はっ！うわっ！うわっ！ウルフちゃん！今のうちに、イナホを早く！
雪が降ってるよ。今日はクリスマス、誰かが誰かに大切なものを贈る聖なる日だもんね。私はたくさんの思い出、たくさんの時間、たくさんの言葉、両手に抱えきれないほどいっぱいだから、お願い目を覚まして。次回マスターモスキートンダブルライン第13夜、大暴走とメリークリスマス。